回のあらすじ。前回は世界一を目指していたんだけど、最高順位はたったの3位、最低順位は6位と最悪の結果でした。今回はそれが達成されるのか、ぜひ最後まで見てくれよな。気合入れていきましょう。あ、切り込んだ、出ました。これはとにかくバッジを取ればいい。もちろん殺されたんですよ。殺したら自分のね、ドッグタグって言うんですけどね、軍隊の用語では。これをたくさん取ればいい。何今の。結論から申し上げますと、この男ここから1位を取り、なおかつチームを勝利へと導くのです。さあご覧ください、どうぞ。嘘。こんな作戦通用しないか。よし、これで先行抑えた。まだ来てるね、まだ来てるね、まだ来てるね、まだ来てるね。お前ダメだ。よっしゃー、やばい、やっぱりやられた。また2位だ。あー、でもね、もうね、バレてるんだよね。よし、1枚2枚よっしゃー、3枚4枚イエーイイエーイ。あ、やった、1位だ。このまま行こう。それだ、このまま進もう。よっしゃー、で、そし、あ、いい感じじゃない、ちょっとこれ。あ、それ俺の爆弾じゃない、違うか。めっちゃ金魚みたいな、まあ、モルモットみたいにみんな集まってましたね。僕は、あ、やばいやばいやばい。大事なのは敵のやつですね。敵のやつ、一回死んだ敵のやつをちゃんと取って確実に殺したってことになるんですよ。今のはヘッドショットなんだ。チームが勝たなきゃいけない、チームが勝たなきゃ、イエーイ。あー、今のは近距離なんでラッキー。やばい、死ぬ。あー、死んだ。あー、ここでラジコンみたいなやつがあって、それはだいぶちょっとラッキー。え、何これ、味方ここにいるのに敵に気づかなかったんだろうね。何してたんです。俺が1位の牧野様だ。ウィルソンについていこう俺、ひたすら行こうって言わないで。これが俺のやり方だからさ。もうバッバンってこれショットガンの音なんですけど、これ聞こえた時はもう逃げた方がいいですね。後ろにいる時なんで大体、うん、はい、調子乗りました。勝った、よっしゃー。
よっしゃー、4回目のスコア4200、やばくない？4回目のチャレンジで1位でした。キル21、スコア4200、確定26。よかった、キリコンファームで1位取りました。イエーイ。いやでもね、時間にしてもね1時間ぐらいかな。いや、こんな下手な俺でもキリコンファームだったら1位になれますよ。だから自信がない人はキリコンファームやった方がいいかも。さっきの僕の動きを参考にしてね。というわけで、ちょっと今回の企画はですね、こういう感じで達成したのでここで終わりたいと思いますが、次回はね、もうちょっとランク、なんだろう、ちょっとレベル上げてやってみたいと思います。それでは、ちょっと長くなっちゃったかもしれないですけど、今日はこれで終わりにしましょう。またお会いしましょう。じゃねー。